こんにちは、菅野です。今日はですね、オリジナルタオルの、肩の大きさとその肩の保存期間、それについてね、説明させていただきたいと思います。一般的に肩の大きさなんですけども、オリジナルタオル、これがそうなんですけども、作っていただいた場合なんですね、タオルの大きさっていうのはだいたい33センチ×80センチとか84センチってのが一般的になりますので、その、以内の大きさですね、で、作る、それでデータを製造、作ってですね、入庫していただくっていうパターンが多いんですよね。で、一番問題になるのが、この型の大きさの染料プリントと顔料プリントの違いなんですよね。タオル自体はもともと33センチ×大体84、85センチっていうのが一般的な大きさなんですね。ところが染料プリントの場合、出来上がりが80センチになるんですよね。というのも、プリントした後に蒸したりとか洗ったりとか、そういった工程がありますので、面なんで縮んで出来上がりが80センチになっちゃうっていうことなんですね。ということはどういうことかというと、入稿するときは、ややこしいんですけどもね、入稿するときは、顔料も染料も同じように大体33センチ×84センチぐらいのタオルやと、そういったキャンバスに絵を描くような段取りですね。その感覚でやっていただいたらいいんです。ただ塗り足しっていうのが必要になってきますので、必ず天地左右3センチずつぐらいですね、上下と左右ぐらいの余分目のちょっとデザインの塗り足しをしていただいて入稿いただくと、紙じゃないんできっちりいきませんので、やっぱ若干この塗り足しで、微調整していくんですよね。なのでちょっとその辺の大きさのデザインのデータをいただく、私どもの、ホームページの方から入稿データのテンプレートっていうのがダウンロードできますので、そちらの方を使ってですね、入稿していただくのが一番簡単な方法ですね。それと、あとの保存期間なんです。型の保存期間はだいたい1年間なんですね。プリントの型はですね、1年間になります。というのも、このプリントするときのその枠ですね。プリントの枠、これが非常に高価なんですね。なので、この辺は工場の資産になりますので、やっぱり剥がして新しいものつけていかなかったら、なかなか利益生まないということなんで、やっぱり1年間という形になっています。なのでその辺のね、兼ね合いとかやり方、どんな風にデザインしたらいいかっていうのは分からん場合は、我々に聞いていただいて結構ですのでね、まずデザイン作る前に聞いていただいて、でそこからスタートっていうのが一番、間違いない方法やと思いますので、よろしくお願いいたします。